ださいよ。次ぐらい。いつまで寝てんだよ。焼き肉で満足かよ。ちょっといいかな。すいません、遅れてて。申し訳ないです。どうぞ。調子はバッチです。拳、治った。それは内緒で。そこなんだよね、心配はね。今日、使わないようにできます。絶対無理よ。先に俺言っとくわ。絶対使うから。絶対使うから。いや、使ったまで終わります。そこだけ心配だなって感じ。今日は、これでいくんで。パンチ伸びるし、伸びますね。いいから、はい、だから汚いから避けづらいなっていうのがすごい。あれね、意外と、はい、対面したら見づらいから、そうですね、伸ばして打ってる人、はい、で結構カウンターとかタイミングうまいから、はい、だからその辺は気をつけた方がいいかなと。わかりました。まあでもちょっと楽しみです。はい、ありがとうございます。頼むよ。頼みます。おー、来た。さあどうですか。バッチリですよ。調子よさそう。めっちゃバッチリバッチリリラックスしちゃって。いやすごい。全然今日はピクニックしに来た気分だよ。なんだかんだやってくれるんだよ、いつも。バチバチ盛り上げてくれるんで。楽しみにしていて。今日もちょっと新技覚えてきてるから。新技、うん、なんだろう、名前は。サトルハリケーン。サトルハリケーン。ハリケーン来ました。なんでしょうね。じゃあまた。はい、どう。サトルハリケーン気になるの。サトル君はね、なんだかんだ言ってね、試合も盛り上げてくれる。彼はね、花がありますよ、めちゃくちゃ。山田君、ちょっと、インタビュー。どうよ、調子は。バッチリでございます。いい顔してるもんな。めちゃくちゃですよ。もう、本当に早くやりたい。もう、本当になんかね、自信が見えるよね、すごい。いやもう自信しかないんで、本当にやばいっす。もうやばい、本当にうずうずしてるっす。まあ、油断はせずにだね。油断なんかしないっすよ、もちろん。海さん、まあ、強いからね、富澤君、しっかり、はいはい、もちろん。今までの相手とはちょっと、わけ違うと思う。だから余計楽しみなんだ。どうだろうな、分かんないな。ゴブゴブだな、ずるい、カイさん。ゴブゴブ。今回は分かんない、マジで。てめえら見とけ、この野郎。マジで楽しみだな。これ、勝ったら雷神の道とかもあるから。ありがとうございます。ついてきます。可能性全然あるから、はい、頑張って。バンタム級ですけど。確かに。はい、俺と戦うか。いや、勘弁してください。すいません。おいしい。あれ、金谷さん、元気ですか。元気ですか。お久しぶりです。でかくなって。ちょっと伸びました。ちょっと来てくださいよ。ぜひ来てください。呼んでください。次ぐらい頼みますよ。まだまだまだ。赤子182cm。もうめちゃくちゃきついですよ。今水もらっていい？不気味なものに交差がありました。やる人は見事でしたね。ついに5000人の人を止める筋肉が状態です。赤コーナーにテル選手の入場です。バン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 。おお、膝うまい。勝利者サドル選手には株式会社ザ・リッチ様よりシルクザ・リッチオイスター&リペアシャンプー&トリートメント6セットとシルクザ・リッチスカルプ&リペアシャンプー&トリートメント6セット計12セットが授与されます。これでは代表取締役 CEO 本田三浦優斗様です。続いてはユースとそしてジョリーの登場です。ありがとう、歌っていられるか。サトル君なんかまた強くなってるな。めちゃめちゃ面白かったですね、今の試合。
ハリケーンは何だったのかちょっと分かんないです。答え合わせしましょう、これは。大丈夫ですか？あ、大丈夫ですか。やられちゃいました。なんか強くなってましたね、サトル君。いや、そうっすね。なんかめっちゃ練習してるらしいです。なんか聞きました。やっぱ努力しやんダメっすね。大丈夫ですか、その折れたりしてる可能性ないですか？あ、全然大丈夫です。本当ですか？はい、結構腫れ方が全然大丈夫じゃないですよ。まあ、人適当なんで大丈夫です。また次、次回お願いします。ありがとうございます。しっかり休んでください。ゆっくり休んで。はい、ありがとうございます。おはようございます。すごいね。すごい、めちゃめちゃ強くなってる。シーマザハリケーンでは何だったんですか？カウンター右っすよね、右当て出すよ、ね、すごいな、マジで。どうなんですか、いよいよ次は。そうそう、飯田とかどうかな。飯田さんいいっすね、めちゃくちゃ出てこないっすか。いや、さっきインタビューしたらそろそろ出たいって言ってました。最初のオーディションの時に飯田寝てんのかみたいなこと言って登場してから飯田とやってほしいって声が起きて、めっちゃ面白いっすね。もう2勝してるんで、そろそろいいだー、やってもらってもいいだ。めちゃめちゃいいと思います。いいだ、いつまで寝てんだよ。いいだ、もう焼き肉で満足かよ。分かってこいよ。どうしたんだよ。ずっと出てないのに狙われ続ける飯田さん、すごいっすね。さあ、それでは判定です。しゃあ、出てきて。はい、最初にちゃんと全然出せないんですよ。総合格闘技、いきなり動きの速いジョリーですかもしれないですね。ダメージ返したらいいのに。ジョリーは余裕がある。おぉ、いいっすね。すげえ、さんがこれやってくれたんですよ。ジョリーごときはライジン絶対来るなって視聴者の声が多いんで、来てくれて一緒に。いや、でもこの貸し方はマジで説得力あるというか、はい、いいアピールだと思います。めちゃくちゃ思いますか。素晴らしい、本当に。まあでもライジン行ったら行ったで相手ももっとね強い選手多いと思う、はい、頑張んなきゃいけないです。そうですね、頑張ります。まあとにかくおめでとうございます。ありがとうございます。強いね、シンプルに。せやろかい。おめでとう。おめでとう。お疲れ様でした。お疲れ様です。負けちゃってすみませんでした。絶対落としちゃいけない試合だったんですけど、自分なりには本当にちゃんと準備してきたつもりなんですけど、今日はジョリーの方が強かったし、正直あんまり記憶なくて、この先どうするかはちょっと僕はすぐは分かんないですけど、とりあえずライジンに出てる選手としてここで絶対負けちゃいけなかったのは自分が一番分かっているはずなんですけど、なんかダサい負け方しちゃってすいません。本当はまあ昔から俺はめちゃめちゃカッコつけなんで、入場も試合も全部カッコいいとか見せて、なんかみんなを喜ばしたかったんですけど、まあ、人生やっぱそんな甘くないんだなっていうのを改めて痛感したし、ライジンに出てる選手たちに失礼なことをしてしまったというか、まあ、勝手にブレーキ狙われて絶対負けちゃいけない試合で落としちゃったんで、まあ、何言われても正直笑い物になっちゃってもしょうがないのかなと思うし、ま
自分が見てる側だったら何やってんだよこいつって思うと思って、でもね、練習いかなんで、たくさん挑戦していっぱい失敗して経験して、まあ、強くなっていけたらいいのかなって思うので、これからも挑戦することを忘れずに、まあ、人生を動かしていきたいなと思います。ダメな時もあればいい時もあると思うので、まあ、切り替えることはなかなか難しいかもしれないですけど、まあ、なるべく早く切り替えて、ちょっとこの負けを払拭できるような人間になれるように、そういう男になれるようにまた直していきます。楽しみですね。今の状況的に原くんがちょっと有利かなとは思いますけど、さあどうなる。ありがとうございました。選手代表ボクシング最強を示す初戦のファイナルパス、なお、この優雅、そして山本隆弘の4人が準決勝に残りました。この準決勝、そして決勝はブレイキングダウン13人で行われています。マジで、ね、赤コーナー伊原亮太の選手の入場です。ニュージーの赤コーナーブレイキングダウンバトムウェイトチャンピオン亮太郎伊原。おお、飛び出した、飛び出した、ちょっと足が効いてきてるかもしれない。ただ飛び出した、ベルトを守り抜いた伊原亮太郎。嬉しいね。これより朝倉未来シーをベルトの贈呈となります。いや、陸斗さん、この涙はどう見ますか。終わったっすね。中央に君臨する夜になりました。会場の皆さん、今一度大きな証明ください。チェルニーやばいことでした。最高、情けないとめちゃすいません、すいません、情けないとめちゃすいません。悪いな、めちゃくちゃ力になります、逆にリセットがいいのか分かんないですけど、力になります。これから頑張ってお願いします。世代交代だな。まだ全然余ってません。相当悔しいと思いますよ、富澤君は。もう本当にお互い折り合って、負けた方が全部失うんで、まあ、富澤君はちょっと焦ってましたね。やっぱりその拳のこともそうだけど、まあ焦りすぎてましたよね。おめでとう、稲田君。素晴らしいよ。ありがとうございます。本物のチャンピオンだな、これで。ありがとうございます。開催言ったっすよ、俺。最初からチャンピオンになって。すごいね。相当な思いで臨んだと思うけど、そこを走ったのがすごいよ。すいません、情けないと思いました。すいません。すごい。これからもっと、ブレイキングダウンに来るやつをね、全員投げ倒していくんで、このままお願いします。すごい。もうチャンピオンとしてのね、風格が出てきた。ありがとうございます。ここから人気もどんどん上がると思うし、やっぱそのブレイキングダウンがもっとでかくなるには、やっぱ伊原君がもっと実力上げていくっていうのが大事だと思うから、頼むよ。頑張ります。おめでとう。素晴らしい。おめでとう。すごい。おめでとう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 。素晴らしいよ。試合前に煽るのって結構自分でプレッシャーかけるんで、結構大変なんですよね。その分やっぱ背負うものが大きくなるんで、そこでしっかり勝ちを取るってすごいですね。チャンピオンらしくなりましたね。